はい、マナム18号でございます。今日はですね、僕が昔キックボクシングジムに通ってた時の話をしたいと思います。まあだいぶ前の話なんですけども、そのジムにはですね、近藤さんと言いまして、50過ぎのおっさんがおったんですよね。その近藤さんと僕めちゃくちゃ仲良くなりまして、ずっとねよく一緒に練習してたんですよ。こうミット打ちしたりとかね、終わった後ご飯食べに行ったりとかめっちゃ仲良かったんですよね。そのジムはですね、なんとボクササイズっていうコースがございまして、女の子はね結構多かったんですよ。女の子は、そのね女の子の中にね、僕ね一人ね好きな子ができましてね、その子はですね、会社が終わって、6時になるといつもねジムに来るんですよ。だからね僕6時になるとね近藤さんをね無理やりリングに上げてねスパーリングして、ね、近藤さんボコボコにするとこその子に見せつけるっていうね、もう最低なことをしてたんですよね。もう親父狩りですよ。こんなボコボコにして、その子は見てるみたいな感じでアピールして、その子ドキみたいな、ドキってしてたか分かんないですけどもね、そういう風にしてね僕アピールして口説き落とそうとしてたんですよね。そんな近藤さんとね一回飲みに行った時の話なんですけども、聞いてくださいよ。なんかね近藤さんね、酒に酔っ払うとね、結構強気な発言をするんですよね。キックボクシングは最強やーみたいな感じをでっかい顔でね居酒屋で叫び出すんですよ。わしは負けへんぞー、喧嘩でも何でも負けへんぞーみたいな。近藤さん喧嘩とはまた別ですよ。いやキックボクシングが最強なんや、わしの必殺技があるんや、必殺技の亀作戦があるんやって言うんですよ。まあ、亀作戦っていうのはですね、近藤さんの得意技なんですけども、亀のようにこう丸まるんですよ。こう丸まって相手のね攻撃をこうずーっとこう防ぐんですよ。防いで防いで相手が攻撃してこうバテたところをこう反撃するっていうね、もうめちゃくちゃせこい技なんですよ。亀のこう甲羅のようにこう丸まってひたすら防御するみたいな作戦なんですよ。その作戦があるからわしは一番強いんやみたいな感じで言ってるんですよ。で近藤さん、酒いっぱい飲んだんで、トイレにねわー行ったんですよね。やっと落ち着けるわーと思って、やっと一人の時間やーと思ってたら、近藤さんはね、5分経っても、10分経ってもね帰ってこないんですよトイレから。で僕心配になってトイレまで行ったら、トイレの中からね声が聞こえてくるんですよ。あ、やっちまえやっちまえ、こいつ背中好きだらけじゃねえかーみたいな。なんやと思ってドアパッと開けたら、近藤さんね亀の状態のままねヤンキーに背中のエルボーめっちゃ食らってたんですよ。ガン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 、亀が効かへん、亀が効かへんのやみたいな。近藤さん大丈夫ですかって僕もう手引っ張って、すいませんってトイレから連れ出して、びっくりしましたよ近藤さん。それから近藤さんちょっと落ち込みまして、ジムに全く来なくなりました。近藤さん元気してるかな、ね、元気してたらいいんですけども、どうかね、亀のように長生きしてください、ね。まあ、近藤さんもしね見てたらね、コメントとかくださいね。それでね、今日はね、これぐらいにして終わりたいと思います。それではありがとうございました。どうも。